木ノボリュオアモクは、鈴木目にところ属する魚類の分類群の一つ。アナバスアモクとも呼ばれる。グラミーベッタの仲間など、干渉魚として、人気の高い熱帯魚を中心に参加19属120種が記載される。主に、アジアアフリカの淡水域に生息する。エラ以外に、肺のような役割をするウェーラ機関と呼ばれる特殊な呼吸器を備えており、 空気呼吸を行うことができる。分布域では、食用魚としても重要な存在となっている。木登りをモクの魚類はすべて淡水魚で、アジア及びアフリカの淡水域に分布する。本アモクは本来これらの地域に固有であるが、現在では南アメリカなど各地に移入されている。アジアにおいては、東南アジアから南アジアにかけての熱帯域に多く生息する。 アフリカでは少数の種が大陸の南半分で見られるのみであり、その多くが熱帯雨林に集中する。温暖な水域や溶存酸素が少ない水域での分布が特徴である。口術のウエーラ器官は空気呼吸を可能とする機関で、その大きさは種によって異なり、それぞれの分布や生態を反映している。器官が小さい種類は水中の溶存酸素が 比較的豊富な水域に生息していると推測できるし逆に大きく構造が複雑であればより酸素の少ない水域に住むことを示唆する。多くは肉食性であり小さな水生生物や不肉を食べる。いくつかの種は苔や水草を接触する。多くは中高生だがアフリカ産の一部の仲間は夕暮れから夜にかけて活動する。多くの種類でオスが水面に アワスを作る習性が知られている。ベタ族の一部のように流れの速い水域に住む種類は、アワスを作らず校内保育を行うマウスブルーダーとなっている。アワスは水面に浮く、オスの粘域で構築され、産卵床として機能する。アワスを作る種のオスは縄張りを持ち、侵入しようとする他のオスに対して、活発な防御行動をとる。オスは、 アわすの周辺で卵と飼魚を起こし、落下した卵や死魚を拾い上げ、巣に戻す。尖が白族の仲間を除き、背びれと尻びれに、トゲ状を持つ。エラ膜は鱗に覆われ、広範囲に結合する。腹気は、喉の位置にあり、通常は一トゲ後難状。浮き袋は分割され、尾部にまで達する。外後頭骨に膜に覆われた穴が存在する。 エラ上骨は5から6本で、椎骨は25から31個。木のぼりアモクの魚類に共通して見られる特徴として、災害の中に複雑に折りたたまれている特殊な呼吸器、ウエーラ器官の存在がある。ウエーラ器官は、第一細球を支えるウエーラ骨が拡張したもので、網状に発達した毛細血管を介して、空気中から直接酸素を血液に取り入れることができる。 このアモクの仲間は、ウエーラ機関を利用して、空気呼吸を行うことが可能となっている。このため、通常の魚類は生息することができない、水たまりのような低酸素環境に分布する種類も多い。ウエーラ機関は、補助的な呼吸機関として機能するが、陸上でも湿った環境なら、長期間の生存が可能である。また、ウエーラ機関は、 個体の成長とともに徐々に発達する器官であることが知られている。幼魚では十分に発達していないため、呼吸のほとんどをエラに頼るが、制魚に近づくにつれて完成していく。ウエーラ器官は本アモクの他に台湾土壌アモクにも見られる。木登りをアモクには、ネルソンの体系において酸化19種120種が認められている。かつて独立のトガとして分類されていた。 トガリガシラカルーシャセファリデイとトウギョカベロンシャデイはすべてオスフロネムスカに統合され内部の系統もそれぞれ再編されているキノボリウオカの一種本モクの魚類は補助呼吸器官として発達したウエーラ器官を用い空気呼吸が可能となっているキッシンググラミーヘロストマテミンキーキスのような闘争行動で知られる種類オスフロネムスカの一種 全長70センチメートルに達し、食用魚として利用される大型種。世界各地の熱帯域に入されている、キノ木登り魚かンチダイは4族33種を含む。キノボリウオ族のみ、インドフィリピンにかけてのアジア地域に、残る3族はアフリカに分布する。肉食性で、エラ歯はほとんど発達しない。口は、比較的大きく、雁骨、全隙骨。 腹長頸骨に塩水場を持つ。上顎はわずかに前に突き出すことができる。ヘロストマカヘラステマティデイは、キッシンググラミーヘロストマテミンキーのみ一族一種で、タイを呼び、マレー半島に分布する。露過接触を行い、エラ歯は顕著に発達する。側線は2本で、前上顎骨、歯骨、後蓋骨に歯を持たない。背びれと尻びれは、 それぞれ16から18、トゲ13から16南城、13から15、トゲ17から19南城。オスフロネムスカオスフレニーミデイは4赤14属86種で構成され、南アジアから東南アジアにかけて分布する。オスフロネムス赤以外はかつて東魚かベロンシャデイに分類されていた。ありがとうございます。